さあ、立地的に、この真向かいよりこっちの方がコンパクトでいいかな。まあ、15人しか入れないんで、まあ、利益率的にどうかなと思いますけどね。まあ、一旦見に行きたいけど、内見できないもんね。まあ、一応目的地にしてみよう。まあ、一応ファーストフード店なんで、机とかも置く前提で考えると、ちょっとね、手狭かもしれないですね。まあ、持ち帰りメインのっていうふうに考えればいいけど、どうかな。まあ、まずは作るっていうところで考えようか。で、ここに服屋があるから、それ挟んで、うち。入りてえけど、まあ、でも大きさ的に、あ、ペロペロできる？まあ、うちの岐阜東店よりちょっと広いかくらいかな。同じか。多分同じだね。厳しいかな。車の通りはね、40あって結構いいんですけど。どうしよっかな。これ利益率あんま上がんないと思うんだよね。ここにします。まず1号店よ。まあ、フランチャイズ化しよう。私が全部やるんで直営店ですけどね。ファーストフード店だよね。ファーストフード店ね。いけるかな。とりあえず物持ってこようと思うんですけど、なんならあそこにあるならね、家に送らずとも、普通に買ってとか近いし、まあ、また送ろうかな。てか、うちにさ、あれなくない？あれ、うちに箱もないんだけど。どうしよう、これ。こんだけあるんだけど。車に積む店から、あれ持ってくしかないか。しまった、家にあると思ってね、来なかったけど。まあ、服屋から持ってこう。さあ、古村ね。ちょっと古村2号店作りたいな。やっぱね、安いファッションメインでね、行きたいとこですけど。まずそれ考えると倉庫が必要かな。今んとこね、卸屋さん、問屋さんに、物、お願いしてますけど、ちょっとね、数が足りないかな。まあ、倉庫で、まあ、海外から輸入してくるみたいな感じで、やると、効率がいいんだけど。こうかな。あと置いとくか。あと置いといていいかな。よしよし。まあ、とりあえずまだね、朝10時なんで、もう今日中に揃えちゃおう、全部。ね、今から買うのはインダストリアルグリルとキャビネット。キャビネットはね、あるんですよね。まあ、買わないといけないから先にやってもやっぱダメだったか。まあ、致し方なし。ちょっとやっぱでかいか、ここ。ちょっとでかい気するな。まあ、ほぼ変わんないと思うけど。カゴいらないね。捨てよう。カゴはいらないですね。紙袋なんで。で、ちょっとお店っぽくしたいよね。この辺かな。もうちょっとまあ、後で調整はできるからいいとして。その服屋はね、ちょっと動画にしなかったんで、じゃ今回はね、全部、動画にしていこうかなと。ノーカットで。さあさあさあ。ここにね、あるので。インダストリアルグリルっていうのは、どれなんだ？これっぽいけど、フライヤーもいるのかな？ホットドッググリル。業務用グリルか、多分。業務用がインダストリアルでしょ。で、キャビネットも買って、レジ買わないとね。あ、製品パネルいいね。買ってこう。まあ、どうせまた来るんで、別に何買ってもいいんですけど。で、レジがね、ここね、小型レジないんですよね。それだけ買いに行こっかな。レジさすがにいるよね。全然、もう、じゃあ、そうだ、ゴミ箱もう一個買っていこうかな。で、一応、人々が座るものをね、用意するには、
まだ行く場所が多くあります。ちょっとタクシーが必要だね。あ、間違えた。もう癖だね。古村にめっちゃ行くから。よし。業務用グリルはこの裏に置く。あ、そっか。で、キャビネットか。はいはいはい。レジじゃない使い方だね。で、ゴミ箱を、もう一個。で、製品パネルとやらは、これ何、どういうこと？上じゃないんだね。ここに置くじゃん。あ、なんか物置けるんだ、ここに。はいはいはい。うわ。あ、これじゃあ持ってこ。持ってくというか。え、これちょっとね、飾れるね。まあ、ちょうどいいや。まだ買いに行かないといけないし。よし、安価なギフト。あ、いいね、いいね。わ、その感じね、小物屋さんっぽくてね。よし、結構狭いけど。まあ、この狭さもいいと思うんだよね。もう狭すぎて、あの掃除のやつがね、手前に来てるけど。もうそれも仕方ない。もうこれ以上はないからね。もう海外雑貨屋さんとかこんな感じでしょ。よし、で、ちょっとね、お金貯まってきたし、成金にもやってきたいな。船とか行こう、船とか。まあ、一回下見に行きたいね。とりあえず、レジ買うのよ。もうちょっとキャビネット買っとくか。多分使えるでしょ。なんかドリンクとかいけたよね。買っとくか。まあ、最悪なんか飾りになるんじゃねと。で、ハンバーガー買いに行かないといけないけど、まあ、間に合いますかね。どっちかな？ちっちゃい問屋で行けるかな？まあ、でも、ね。書いてあるんで、あそこで行けるんだろうな。ストアで買って、で、フルフィル入れて、で、営業始めればいいんだな。ってことは、今日は水曜日。連絡しますか。これ何ですか？配達、あ、これこっから配達できるんじゃないの？ほら。ほら、お願いできます。一回ね、これやらないといけないけど、これで、配達させられますね。なんで、あ、これ、あ、これこっから通してできるんじゃないの？あ、ローン組めるこっから。ね、電話の仕方そのものはわかんないけど、地図から電話できるのかな？地図、ビズマン、できないか。だから一回行ってご利用すればね、連絡、まあ、一回連絡が来ればか。そっから、お願いできるんで。これでね、行かずともと。で、これ人生最後の日に食べたいお店です。接客で、二人かな？ワンデイですよ。同時にね、それと同時に、どこでもいいんですよ、もう。とりあえずね、育成するんでね。清掃員の方もちょっと、まあ、一人でいいかな。よし。で。で、まあ、投資もね、同時にやってるんで、その結果も待ちながらと。やっぱね、莫大なお金をね、動かすには投資の方がやっぱ効率いいですからね。で、ちょっと服買ってこっかな、ついで。あ、紙袋いるか、そういえば。紙袋。ハンバーガーあるかな？ないかもしんない。あ、ある。バーガー。箱に入ったバーガーね。ニーバーガーいっとこうかな。男性用の服か。なんか違うかな、じゃあ。ここも通販欲しいね。普通に。1000ドルでお願いしてるけど、そっちの方が欲しいな。これ運んで、出してから営業開始で、掃除のやつね、向かいの店なかったんじゃないかな。あればね、行きたいけど。あ、タクシー、ナイス。この距離タクシーですよ。待てよ。あ、あんじゃん、あんじゃん。しまった。全部入れちゃっていいんだっけ？開いちゃっていいね。であればここに置けば OK ですね。よし。補充した方がいいか。そういえば。
これは人がいる前提だよね。バーガー入れました。でレジも入られましたね。ここで営業。H ビジネスあたり150ドル。さあ来た。今2つ、3つ目なのよ、おじさん、実は。サメリアがシリアルアントレプレナーと呼んでいるものだと思いますと。ちょっと何言ってるか分かんなかったですけど。ここある掃除のやつ。ここあんまあれだよね。多分違うんだよね。店のタイプとして。あ、レストランブース、そういえばここにあるな。掃除はまた明日買ってくるか。レストランブース買ってた、あいつ。これなのか。これでいいのかな。なんかあんまりな気がするけど。まあこんなもんかな。また新しい出店を考えつつね。いや、昔稼げなかったんだよな、こういうね、飲食店。飲食店難しいね、やっぱね。人さばかないといけないかな。交通と、まあ、あとはね、まあ、それこそ、入れる人数ね。ここめっちゃ大事になるんですけど。あ、この辺とか置くか。ブースね。こう置けばいいのかな。まあ、一応ここで食べてもらうの見たいっすね。ってなると、レジがすごい。そうだ、ここか。逆向きかな。その想定じゃなかったね。こういう感じ。よし、さ、寝まして。まあ、明日7時過ぎに起きればいいね。やることは別にないですから。さ、1枚1000ドル利益。まあ、これ、じわじわ拡大していくのが目標ですが、1ビジネスあたり1日150ドル収益。全部の店でってことだよね。結構難しいんじゃないかなと思うけど。まあ、接客か。もう一人入れちゃったんだけど。平和な環境ってよくわかんないけど。入れるか。あ、10人雇用ね。来てます、来てます。平均日収、これですよね。だ昨日700、マイナス774。ナンシーまだね、入らないのよ。ナンシーは育成枠ですね。で、昨日900ドル。900ドルと聞いています。在庫に問題はないですね。ああ、高価な人1000個あるのはちょっと多いかな。1週間で246個か。買いすぎだな。だとしたら。2ずついいのか。こんなもんだね。ちょっとじゃあ服屋の方をもっと積極的に見ていこう。1週間で122ですね。132、128で、高価な男性古典的が売れてないと。価格は低いんですけどね。132が145になってんのか。127はじゃあ、135くらいかな。こんなもんですかね。高価な女性用衣料品、現代的。で、安価な、現代的が売れてる感じか。クラシック、安いクラシックも売れてますね。配達で言うと、現代的を増やして古典的を減らす感じかな。さ、利益出るかな。ハンバーガー1個でしょ。まあ、シンプルさゆえにね、高級ハンバーガーとか売ればいいんじゃないか。まあ、今結構ね、ハンバーガー店はありますからね、私の近くにも。まあ、ハンバーガーとなんかセット的なもので、まあ、大体ね、2000円くらいかな、であったりするんでね、1ハンバーガーで。それくらいの価格帯でいければね、勝てそうですけど。いくらだっけなぁ。こんな感じかな。
これちょっと端っことかに置いときたい。ここかな。よし。で、これ営業してる？してるんだね。到底してると思えないくらいですけど。営業してます。ハンバーガー4点1ドル。4.4 かな。で、炭酸飲料はもう何でもいいですね。これ来るんですか？人。来てますか？物はありますけど。あ、来た来た来た。よし、ちょっと、市場調査しよう。あ、ごめん、遠いね、それね。そば、そっか。持ってくのはね、そう、人なのよ。店員なのよ。料金に問題なさそうだね。で、そこで座って食べると。はいはいはい。OK かな？稼げるかな？人はいい。で、しっかり入れる。物が少ないな、でもネックだよね。何があるかな。飲食店で売れるもの。ファーストフード店。ホットドッグ、炭酸飲料、サラダ、ピザ、プライドポテトバーガー。ピザとサラダかな。ピザとサラダだね。ピザを、うわ、やべ、ジュー、たっけたっけたっけ。買えない。あ、これも買えない。フライ、たっか。ホットドッグか、じゃあ。あ、コーヒー。コーヒー、飲み物か。コーヒー、利益出ないっしょ。コーヒーいける？コーヒーはいけないね、ちなみに。今いけんな、ホットドッグか。はいはいはい。ホットドッグとハンバーガーね。そこで飲食店できるはずです。利益はちょっとわかんないですけど、サラダが増えることで、いけるんじゃないかなと。あれ持ってこっかな。あれなんだっけ、何が置いてあるんだここに。あ、ゴミ箱持っていける。あ、収納、あ、いい、ちょうどいいや。そう、もうこれがね、もうメイン装備かのように。危ない危ない。いや、高いわ飲食店の道具。ちょっと服屋とかめっちゃ簡単よ。ハンガー買ってくるだけなんで、これはしんどいっすね。で、単価が安いもんね。ゴミ箱が異常に多いね。サラダバーです。めちゃくちゃ狭い。もうちょっとやっぱ、こうかな。で、サラダバーの料金ですが、てかここの料金まだわかんないですね。まあ、買ってるんで OK くらいの感じで。サラダバー、サラダ15いけるかな。まあ、4が4点になってるから。そうだな。14いけたらって感じか。13点なんかくらいが多分理想だろうと。できる限り高い値段でいってほしいけど。あ、もう、うわ。ちょっと営業時間短いね。そこもあるかな、一つ。フルタイムね。はいはいはい。フルタイムだけいいですね。で、清掃員足んないね。いやいや、どこでもいいよ、別に。清掃員、二人かな。いや、一人でいいや。ガチャガチャです。フルタイムやめてくれと。掃除はしなくていいでしょう。さあ、今日は初日ですね。営業で言うと。お届くちょっとないんですけど。で、この子仕事がないね。いや、仕事はないよ。レッスンです。まあ、レッスン中の人がいっぱいいるんでね。あれ、150いけるかな？ 150 すらいけない気がするっていうのがね、ちょっとやばいとこですけど。
まだだいぶ時間あったね。あ、待って、トレーニング終了ならば 100% 来ましたね。よし、なんだ、さあここに入れます。パートタイムなんであんまり時間はね取らないから、まあ簡単かな。で土曜、ん、ここはどうだっけ、44、昨日水曜日、水曜日が良かったらしいと。水曜日変わんないっすね、別にね。とりあえずそんな感じにするか。こんな感じで入れて、まあ、営業時間ちょっと長めに取りたいかな。まあ、服屋、特に島村はね、だいたい8時、7時に閉まるんだっけね。あ、違う違う、入れ方が違う。こいつ怒っちゃうからね、これだとね。ちょっとね、9時まで開くことによって、まあ、仕事終わりの人が入れるようにと。13時間。まあ、ちょっと違う感じの13時間だけど。9時まで。だ、金土日9時までにする感じになってます。だ、これも、これでは8時までだね。平日は8時までって感じで。で、割と朝早くからやってる感じになっちゃうね。案外入るタイミングないな。13時間はパートタイムとしては一応いけるんですけど、せっかく育成もしたしね、伸ばしたいな。伸ばすか。朝6時から。まだコンビニとかでね、ちょっとした、まあ、下着的なとことかね、ワイシャツ的な、売ってますけども、そんな感じかな。早めに対応しちゃうよと。日によってね。ちょっとここで変わるかなと。営業時間伸ばすことで対応する。これがどう出るか。で、ここにね、1000ドル払って物運ぶのはいかれてるから、ちょっとね、難しいところです。飲食店をどのように切り盛りしていくのか。さあ、服屋いい感じかな。在庫足りなければまたずらすんで。全然ね。もうちょっと置いた方がいいか。インテリアというか、まあ、そもそもスカスカすぎるよねっていうところで。やっぱ物がびっしりある方が店としてはいいんでしょうね。売りたいんだな感というか。だからちょっと、物買ってってもいいかな。でもハンガーラックね、外に置かれるからな。どうしよっかな。まあ、とりあえず、置いていこう。あ、で、どのように置くかだよね。何をどこに置くか。まあ、入り口周りには現代的に安いものを置こう。な、少な。現代的な安いやつ少な。ちょっと在庫、いや、これ物によって変わるからね、少ないの買わないといけないな。だ、倉庫とかなら一括で管理できるからね、いいんですけど。ちょっとずれたな。こうね。で、この辺ちょっと高級な、現代的な。高級な、現代的な。よし、並べといて。カゴちょっと移動しよう。こっちかな。どっかにもなんか入れた。で、レジはちょ見やすくするためにここにしてますけどね。さあ、なんて素敵な接客。ああ、そこはね、うちのモットーなんでね。で、一応ね、試着室あるんで、使っていただいて。私使えないんで。よしよしよし。で、全部これで置いてるよね。クラシック、古典的、現代的、古典的。どうだろう。
まあでも全部売り上げがあったわけだから、置かれてはいるはずだよね。過去7日間でがゼロがないからね。で、まだ料金上げられるだろうと思います。2度ずつ行ってみるか。あの、これ、こう、70に行けるね。で、どっかで急にダメになるんだよね。で、汚れてる、ちょっと、じゃあ行ってくる。まあ、近いからね。さあ、情報は、お店で、ね、見て。買われなければ、高すぎるんでね。高価で使いました。高価な方は多分結構まだ値上げしてもいけると思う。でその辺安価だから、安価は、あ、いけるいけるいける。こう店で買ってみてた方が時間の進み遅いから、売れそうな気するよね。それ何持ってってんの？そっから。なんかある？そこに。この人買ったらちょっと行こう。入り口に一緒に行くんだよな。よし。OKOK。料金的にはまだ行けそうです。で、ちょっと掃除だね。汚いとかもあると。確かに汚れてます。どこが汚れてるんだろう、これ。多分店員のとこじゃない？うん、店員のとこ。じゃあ、気にしなくない？ね、店員の足元が汚れててもいいかなって思っちゃうけど。フルタイムしか来ないなぁ。あれ？これまだか？まだ来てないのか？いや、あれ？来てるんだよね。うわ、フルタイムしか来ない、マジで。どうしような。30時間入れたくないですね。複数店舗行けるんならいいんだけど。二人じゃ。まあ、清掃も多分フルタイムだと思うんですけどね。さすがに。ちょっとうちには合わないかな。先行けるかな。営業時間は長いぞ。めっちゃ寝ますけど、そう。それね。見越してましたよ。さあ、レッツトレーニング。もうこいつらをなんならパートタイムの方を、って思ったけどフルタイムか。これどこに入れようね。何用の人なのか。おお、さあ、2万ドル近く。素晴らしいですけど、どうですか？あ、行った。よしよしよし。あれも行ったね。飲食店も。おじさんの次のミッション、ご英語ですけど。銀行から電話がありました。あとの銀行口座のお金が増えていく。もっと素敵なアパートが見つからず。あ、家具ね。はいはいはい。レイアウト変えるわけだ。よっしゃ。次回じゃあ、ライフクオリティ上げていく編。一旦ちょっと経営と少し離れたいですね。てか、幸福度めっちゃ下がってない？何が低いんだろうな。 100% じゃなくなったね。マイナスなんてもないんですけど、マイナスは車中泊ではないですね。アパート持ってるって何？保有？レンタルじゃなくて保有かな。ちょっと低いですね。こんなにね、もうぐんぐんで絶好調なのに、お金が増えるにつれて幸福度失われていくと。まあ、幸福度はある程度年収いくとね、もう変わらなくなるっていう風に言いますからね。なんで下がり始めちゃったと。